じゃあはお、皆さんこんにちは、みおです。今日はこれから、最近そうだ、日本にもできたタピオカミルクティー屋さんをご紹介したいと思います。恵比寿に店舗ができた、そう、虎のタピオカミルクティー、あ、虎じゃなかった、竜のマークのタピオカミルクティー。はい、この間私も東京行った時に恵比寿のそのお店ちょっと覗いたんですけど、台湾と違う感じでおしゃれで、まあ、しかも値段もすごいお高くてびっくりしました。まあでも多分その分クオリティも台湾よりいいのかな。多分牛乳とか結構いいの使ってるのかな。まああとは恵比寿だからね、普通に場所代多分そういう感じかな。まあでもとにかく東京にも支店が最近できました。でも値段も全然台湾の方が安いので、しかも多分味もやっぱりね、台湾本場の味とは違うと思うので、人気なので、ぜひご紹介したいと思います。お店は後ろのところにあります。ちょうど今は、みんな仕事が終わって帰るところで、バイクの音すごいです。じゃあ飲んでみます。うん、甘い。うん、私実は基本タピオカミルクティー全然飲まないので、以前動画で紹介したあの有名なチンワ牛奶、チンワの一番有名なところ、ルリです。甘さも別にそんなすごい甘くて飲めないわけじゃなくて、普通に美味しいです。だから牛乳と黒糖はすっごい美味しいんですけど、ちょっとタピオカがやっぱりナンバーワンは越せないですね。まあでも見た目はすごいフォトジェニックでインスタ映えにぴったりだと思います。このリュウのお店は夜市の近くで、まあ、夜市に行く途中で買うには便利なとこにあります。あと次は虎に挑戦したいと思っているので、ぜひ次も期待していてください。はい、以上、リュウの黒糖ミルクの紹介でした。またねー。